では1番マジシャンのカードから見ていきます。タロットカードを勉強し始めるとですね、まず大体一番最初にこのカードの説明が載っていますので、大変わかりやすいカードかと思います。まあカードをよくよく見ていただいて、まず何を感じるかということが大事なんですが、どうでしょうか。こうカードを見た時に、あ、全体的に黄色い背景だなと思いますし、周りに花が咲いている、植物が実っているっていうのも豊かさ、可能性が伸びていく、成長していくっていう象徴でしたね。そしてこのマジシャンの一番の特徴というのは、この絵の中に、小アルカナのワンドやカップ、ソード、ペンタクルスという4つが全部描かれているということなんです。ワンドはその人の行動、エネルギー、活力。カップは愛情、感情、気持ち、優しさ。ソードは知識や情報。ペンタクルスは物質、お金。それらすべてのものを使って今から何かを生み出していく、始めるよっていう物事の始まりを示すカードなんです。まあ、まず一つですね、このマジシャンが右腕に持っているバトン、この白いバトン、ここから全てが始まるという意味です。頭の上には無限大の、マークが載ってますね。なので無限の可能性を秘めている。何が始まるかはまだわからない。なのでこのカードが出た時は非常にわかりやすい、リーディングがつながりやすいんですね。とにかく、何かを始めたくなる、人生においての奇跡を起こしたくなるというか、新しい流れを希望しているという時によく描かれます。まさにこの4つの、ものを使って新しく始めるということですからね。ですので、皆さんいろんな節目があって、こんなことしたい、ああしようっていう時は、このカードが出るわけで、特にオラクルのところにこのカードが出ると、よしやるぞみたいな、こうすごくやる気に満ちた新しいスタートを応援してくれてるっていうような感じがしますね。未来を示す位置にこのマジシャンが出ると、新しくなるんだな、新しく始まるんだなっていうのが分かります。解釈のポイントとして、リーディングの時ですね、何を新しくしようとしているのか、何に期待しているのかというのがポイントなんです。例えば、不倫関係を続けている方がいて、そして、その方とはどうしても結婚できないんだというのがもう分かっている場合、それでも好きだからずっと付き合ってきたけれども、ご自分の将来を考えた時に、やはり結婚したいとか子供を産みたいってなった時にですね、その彼と別れるっていう時にもこのマジシャンっていうのは出たりするんです。なんかマジシャンってとてもいい意味で捉えてる方が多いので、そのもしね、付き合ってる方と別れるっていう時にこのマジシャンが出ると、あれって思うかもしれません。なんか勘違いして、じゃあその彼と新しい付き合いが始まるのかなって思うかもしれませんが、何を期待して何を始めようとしてるかっていう、その質問者の考えや行動、背景を理解してください。例えば、自分は別れたくない、しかし相手は別れたいと言ってた場合ですね、どうして彼がそんなこと言うんだろうって思いながら、じゃあ彼と自分の関係性をカードで見てみるって言って、ラバーズ・オア・デスとかで見た時に、もし相手のところにこのマジシャンのカードが出ていると、なんか別れるって言ってるのにマジシャンの新しくスタートするっていうカードが出てくると、あれおかしいってなるじゃないですか。それは別れて新しい関係になりたいということなんです。ですので、こう終わるっていうことの時もこのマジシャンっていうのは実は出たりするんです。ただ何かこうネガティブな意味で終わってしまう、悲しいっていうわけではなく、新しいことをスタートするために終えるっていう意味でしたら、このマジシャンというのは出てきます。結婚を考えている2人の未来でこのマジシャンのカードが出たら、もちろん結婚して新しい人生が始まるとも読めますし、もしですね、2人の関係性が何か終わろうとしている時にこのマジシャンのカードが出たら、2人の関係性を終えて新しい関係性、例えば友達に戻りたいとか、
あの違う付き合い方をしたいという新しい方に意識が向いているということになります。たとえそれが別れを意味していたとしても、相手のことが嫌いで別れるわけではないんですよね。このマジシャンが出る時の別れというのは、2人の未来のために新しい関係になろうという意識の時に出てくるものです。また仕事運でこのカードが出てきた時、そうですね、今の会社を辞める気がなくて未来のところにこのマジシャンが出てきたら、あ、新しい仕事を任されるとか、あ、新しい部署に行くのかなと思いますし、でももしあの仕事はできたら転職したいんですって言ってる人の未来のところにこのマジシャンのカードが出たら、あ、仕事変わってるかもって思いますよね。それでももう嫌で嫌でこの会社が嫌で辞めるっていうよりは、この会社もいいけれども、もっと新しい自分の未来、自分の新しい人生というところに意識が向いて、未来にその可能性を掴んでいるっていうふうに読むといいと思います。あくまでも質問者の立場や考え、現状を踏まえてその人にとっての新しい状況が何かというふうに捉えるとリーディングしやすいと思います。そして皆さんがよく間違える解釈として、このマジシャンのカードが逆位置だった場合、逆位置を全ての正位置の意味の逆に捉えてしまう方が多いんですが、あのやはり78枚のカードの中でそのカードが出てくるということに意味があるのでね、どうして正位置じゃないのかなって考えてみてほしいんです。そうするとマジシャンは78枚の中で最もスタートするっていうのが強い意味なのに、それが逆位置に出てるということは、スタートしそうなんだけどもう少し時間がかかるとか、スタートしたいけど行動が伴っていないとか、何か新しくなる雰囲気がするけどなぜじゃあ正位置になってないのっていうことを考えるわけです。でもマジシャンのカードが出てる以上、全く可能性がないとか絶対に無理っていうわけではないんですね。絶対に無理っていうのでしたらもっと違うカードが出るはずです。あくまでもマジシャンのスタートする、新しく始まるという可能性を含んだ上で、今はまだそれに至っていないというふうに考えると分かりやすいと思います。まあ比較的このマジシャンというのはあの読みやすいカードですね。あ、ちなみにこの赤いローブを着ている人というのはたまに出てきますが、これは非常にあの位の高い人たちです。